ジェファーソン・ビューレガード、ジェフ・セッションズ三世は、アメリカ合衆国の政治家、法律家。アラバマ州司法長官、同州選出連邦上院議員を歴任し、ドナルド・トランプ政権で、第84代アメリカ合衆国司法長官を務めた。なお宗教はメソジストである。1946年12月24日に、アラバマ州セルマに誕生した。 アラバマ州モンゴメリーにあるハンティンドン大学に進み、続いてアラバマ大学では法務博士の学位を得る。当時の南部においては民主党が絶大な影響力を誇っていたが、セッションズは大学時代から熱心な共和党員だった。またアメリカ陸軍にも入隊し、予備役として1973年から1977年まで所属した後、 大尉の階級で除隊した。大学卒業後は法律家、検察官への道を歩み、1975年から1977年までアラバマ州南部地区の連邦地区検事補佐を務めた。1981年には当時のアメリカ合衆国大統領、ドナルド・レーガンから指名を受けて、同地区の検事に就任し、1993年まで同職を務める。 1986年には連邦判事に任命されるもに上院が人種差別主義者の疑惑があるとして承認を拒否した。承認拒否の経緯はアメリカの弁護士であるトーマス・フィギュアがセッションズはクー・クラックス・クランについて彼らのメンバーがマリファナを吸ったことを発見するまでは KKK は OK だと答えたと証言した。セッションズはこれは冗談だと言い訳したが 発言については謝罪した。セッションズは、連邦検事時代にアラバマの公立学校における人種差別の撤廃や KKK 幹部の死刑休憩などにも取り組んでいた。だが、連邦判事任命の承認は結局拒否されることとなった。1994年には、アラバマ州の司法長官選挙に出馬して当選を果たす。政界への進出は、 その2年後の1996年で現職上院議員の引退に伴って出馬し、52%の得票で上院議員に当選する。2002年にもイラクウつベシの世論に支えられて対象した。2008年アメリカ合衆国大統領選挙と同時実施される上院選挙では、早くから参戦が確実視されており、120万票を獲得して参戦を果たした。 2016年11月18日にトランプ時期大統領より司法長官に指名された。2017年2月8日に連邦上院はジェフセッションズ上院議員の司法長官の就任を52対47の賛成多数で承認し、第84代アメリカ合衆国司法長官に就任した。公聴会では民主党議員らがセッションズの公民権運動への 市政や大統領からの独立性に疑問を呈した。民主党のウォーレン上院議員は公民権運動指導者であるキング牧師の妻がセッションズの判事承認に反対した当時の書簡を朗読した。これに反発した共和党が同僚議員への非難を禁じた議会規則に違反したとして発言を封じる動議を可決した。セッションズは指名承認公聴会の際に トランプ候補のアドバイザーを務めていた期間に、ロシア当局との接触はなかったと述べていたが、司法省のサライスガーフローレス報道官は、その時期にシャルヘイキス略中アメリカが衆国大使と2回接触していたことを認めた。選挙戦の間に、トランプ陣営の誰が、ロシア連邦政府当局者と接触したかや何が、話し合われたかについて新たな疑念が生じていると、報道された。 連邦会員のナンシーペイロシーン内装務は、セッションズが宣誓した上で嘘をついたことは、司法省のトップにふさわしくないとして、2017年3月1日に、セッションズの辞任を求めた。ホノルル連邦地方裁判所のデリック・アトソン判事が、イスラム圏諸国6カ国からの移民を一時禁止する、大統領令の修正版を宗教差別であると、差し止める判断をしたことについて、 2017年4月20日に、ラジオ番組、マーク・レビン賞のインタビューで、セッションズは、太平洋の島の判事が、大統領の法的、憲法上の権力行使を差し止める命令を出せるとは、驚いたと発言し、強い批判を浴びた。民主党のブライアン・シャーツ上院議員は、その判事の就任時に、長官も賛成票を投じている。この島には、オアフという立派な名前があるし、 私の故郷でもある。敬意を持ちなさいと述べた。6月6日にトランプとの関係が悪化していたセッションズは大統領が最初の外遊をする前に司法長官を辞任すると大統領に申し出したと報道された。その後もトランプはセッションズに対する批判を続け、7月24日にはトランプと側近がセッションズの解任を検討していると報じられた。 2018年11月8日にトランプ大統領からの要請を受けて同日付で司法長官を辞任した。公認には2017年10月に首席補佐官に就任したマシュー・ウィテカーが司法長官代理として就任した。共和党では左右派に属し、イラク戦争、相続税廃止を盛り込んだ大型減税法案と、ジョン・ロバーツ及びサミュエル・アリーと、 両最高裁判所判事の任命にも賛成票を投じた。セッションズがとりわけ熱心に取り組んでいるのが不法移民問題で、2007年6月にはジムデミンと上院議員らと共に不法移民の合法化を目指す法案の秘訣への流れを作る。それゆえに不法移民合法化を推進した同等のジョン・マケイン上院議員とは対立関係にある。かねてから、 オバマ政権による TPP 反対派の急戦法であり、2016年アメリカ合衆国大統領選挙に共和党から立候補したドナルド・トランプを支持していた。2018年6月14日にトランプ政権の国境の壁と移民の親と子を強制隔離して収容するゼロトレランス移民政策を支持するため、聖書のローマ人への書簡13章を引用し、人々が 政府の法に従うべきであるのは、神が秩序の目的のために、それらを定めたのだと主張した。しかし、聖書の解釈を歪めているとして、宗教者から大きな非難を浴びた。ありがとうございます。